で、佐藤さんなんかないっすか？ないニックネームみたいな。キューブ。カタカナ系のやつ。カタカナ系ってなんだ。なんかない。なんかない。俺の武器頭代まで引き継ごうかな。はい、武器頭代まであげるよ。それからあの、ケイスケさんのザ・サイクロンそのまま多分最近ケイスケさんより回ってる気がするぞ。マジなんかないかな。どうかな。なんかかっこいいの、英語がいいらしい。まあ、英語っていうか、まあなんかカタカナかな。よく俺を前にしてくれたな。いや、それちょっとそういうことじゃない。それかなんかその振動とか2文字のかっこいいのとかあるじゃない。そういうのがいい。やっぱ当てはまんないと浸透しないよ。あ、確かに激闘大魔神ってものだって超ぴったりする。マジ今ちょっと笑ってた。無理につけてダメだよ。ない人はないでいいか。まあいつも通り僕ら試合して、まあ、勝つって感じですね。相手の花岡選手は令和の怪物呼ばれてますけど、はい、怪物相手どうですか。いやまあ怪物狩りで今パッチなんてつけたことないよ。平成最後の怪物改め令和のニューモンスター花岡龍、いよいよライズ初参戦になります。今年の春に高校を卒業しまして現在は大学1年生。今年1月には西の神道一進一退に判定勝利。果たしてこのスーパーフライ級53キロに新たな嵐を巻き起こすんでしょうか。これがライズの舞台3戦目になります。過去2戦はいずれも指導に判定負け、ライズの細かいルールに苦しみました。ただ自分の得意なことは相手に何もさせないこと。勢いのある選手はめっちゃ美味しい相手。せっかくライブに出ているんだからベルトを狙います。今日は怪物狩り。ラウンドウェイ、はい、じゃあ組み立て殴り、はい、第1ラウンドが始まりました。赤いグローブが高台、そして青いグローブが花岡龍です。表情を出しながら、はい、おーそうそう、あの三日月を持ってなんか入らなくなっちゃって、なんか一発もらってちょっと痛かったんですよ。あ、やばいと思って、そっからまあちょっと恥ずかしいな。ちょっと取ってる感じですね。あーと、ここはコンビネーション、速いコンビネーションを見せていきます。花岡スピード速いですね。バランスがいいとコンビネーションつなげやすいんですよね。あ、そうですか。はい、なんでやっぱ高台選手も、まあ、花岡選手もすごいバランスいいんで、お互いやっぱコンビネーションは続きますよね。おーい、はありません。ボディを放っていきました。高台の距離が詰まる。どうぞ大きな拍手での応援にご協力をお願いいたします。めっちゃいいよ、めっちゃいいから初なの、いけるか、もうちょいテンポ上げて、どうぞ大きな拍手での応援にご協力をいつもの癖。やばいやばい。あ、やばいやばい。気づいたら動かしてたぞ。ライズルールでは足払い等の、足を使った攻撃は禁止となっています。なんですかね、競技の違いをすごい肌で感じたっす。全然なんか物が違うっていう。ライズっていう競技。はい。そのあたりのアジャストをどれくらいできているか。そしてこれがライズ初の試合ということになる花岡龍。いや、ただ高台もパッチを当てていきます。いや、強烈なカーフキック、そして左。聞いたのは一回ハイキックこうやってガードしたらここに入ったんですよ。あ、ちょっと危なかった。そう、あれちょっと怖い怖い、ちょっと飛んだっすね。
これ一番足距離詰めて打ち上げ。オッケー、それでいいから。はい、来るぞ。合わせよ、合わせよ。いや、大きさキリキリしますね。そうですね。奥足まで。下。そう。そしてこの強烈なパンチ。最後は蹴りも見せていきました花岡です。低い体勢からボディも狙っていきました。花岡の膝。これあんな打ちちゃった初めてですもん。普通にパッパーンみたいな。お前の顔すぎてバーンと上がってましたよね。顔頑張り捉えます。花岡のパンチ、おーっと左上がってきましたよ、花岡選手、距離が詰めていきます。手上げとけ。ただ香西も負けてはいません。前に出ていく。その中で香西選手のカウンターも素晴らしいですよ。取ってますよね、はい、今度は前に出ていく。香西が前に出ていきます。さあ残り時間が15秒切ります。そして反応の左、香西の左が入った。第3ラウンド終了。いやー見応えのある第3ラウンドになりました。いや思わず菊池選手からもすげーという声が出ましたけどすごかったですね、もう本当になんか時間が早かったですねもうボクシングみたいなのやんないとちょっと勝てないです。もうこれからなんかライズやっぱ2回出てるだけあるですね。足蹴れよ、まあ、足から蹴って、まあ、聞こえてたんですけど、なんか、合わせてくれんちゃうか、なんか、蹴れんくて、まあ、奥足なんて前足やな、蹴るべきは、そうですね、奥は危ないから、リスクから伴う、全部、パンチも細かくしたかったんですけど、でもなんか、びっくりしちゃった。それは舐めてるけど、そういうのは分かってたんだけど、本当に強かった。なんかやっぱボクシングの距離やったんです。最後なんか途中から前重心にちょっとチェンジしてやったら、まあ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 、でもそんなちょっと反省しかないです。くそー、いや、やばい、マジでスライズ強えな、舐めてたっす、ちょっと。くそー、マジでもうなんか途中からもうシャンが3ラウンド目打ち合っていいよって言わなかったら俺多分負けてた。なんかもう倍蹴りしか意識してなくて、だからシャンがいいよ、もう打ち合っちゃってもいいよって言わなかったら俺マジで負けてた。え、面白かった。運搬とスパと違うよって俺がさ、スパだけならもうチャンピオンだぞ俺、うん、なんか今まで当たってたのが当たんなくてね、サトルさん。何今も、いや今まで当たってたのが当たんなくて、本当香西選手強くて、結構押されたというか、これがライズのリングなんだなっていうことを改めて体感しました。そう、まあ、香西選手に勝ったんで、本当は大崎選手とか言いたかったんですけど、なんかもう大口叩けないですね。何も誰でもやすよ。ついやりたいです。そうだ。いやでも香西選手だったらもういないです。おめでとう。マイク。こうなっちゃう。名前出たら行こうと思ったんです。
もうやだ、なんで控え室にしようなんですかね。